ぶれぬかい FMO FMO アカネクラブ Take it easy アカネクラブ。こんばんは、振付師のアカネです。3月2日月曜日夜6時を回りました。今日もアカネクラブ元気にやっていきますよ。いやー、本当にね、コロナの影響でとうとう私の仕事の方もですね、このラジオ1本になりました。はい、本当にね、3月、まあ、もちろんね、私だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんですけど、このお仕事や学校ね、かなり皆さん影響を受けてるんじゃないかと思いますが、いかがですか。もう私は、まあ、撮影だったりね、イベントですよ、ああいうものも全部キャンセルになりましたんで、なんかまあイベントはね、本当に自粛という、まあお客さんが来るということでね、人が集まるから自粛っていうのは、まあもちろんまあ仕方ないのかなって思うんですけど、もうなんか撮影とかまでね、とうとうなくなっちゃって、まあ延期というのか、まあもしくは完全になくなる可能性もあったりするみたいなんでね、ちょっとこれがいつまで続くんかっていうところがね、皆さん心配やし、どうなるんかっていう。だから完全に私なんかはお仕事がもうなくなりましたから、食っていけないわけでございますよ、今のところ。このラジオ一本でございますからね、ラジオ一本なんとかこれをつないでいただいて、ラジオだけは、だってまあ確かにね、ラジオはこうやって喋ってますけど、このマイクスピーカーを通して声を届けてるわけですからね。金がもし持ってたとしても映らないですからね。でもこのブースの中も今一人なんで、まあ大丈夫じゃないですか。まあ、でもそれがテレビとかのね、収録になってくるとっていうことなんでね、もうほんと皆さん、だから接客業してる方とかもね、多分大変だと思うし、ね、どうなっていくんだろうって。あと、そうそう、それで言うと卒業式がね、なくなったりとかしてる学校があるみたいで、大学生とかね、卒業式なくなったりとか、極力まあ人を抑えて保護者と卒業生のみでやるとか、そういうところまで影響が出てるということですからね、一生に一度のことなのに、まあ、そのイベントやコンサートも含めてですよ、本当にもうそれまでにね、たくさんの人が血と汗と涙の結晶、それがもういよいよ発表できないとかね、延期になる、まあ、延期になったらまだいいですけど、なかなかね、それも難しいんちゃいますかね。とにかく多分日本は今もう東京オリンピックに向けてね、ちょっと準備していかないといけない段階でございますから、もうなんか全て仕方ないのかなと思いますね。まあでも本当に皆さん予防しっかりして、アルコールしっかりつけて、まあ対策していきましょう。とにかく私が最近気をつけてるのは、指で鼻くそほじらないっていうことですよ。だから鼻粘膜に指についてる菌がね、ついたらもう終わりらしいんで、まあ本当にティッシュを挟むか、ティッシュで取るか、鼻くそを、なんかシャワーでこう取るかとか、なんかわかんないけど、とにかく指でほじるのはやめてます、今のところ自粛しておりますんで。はい、ということでございます。先週は私の、おすすめの休日ソングを、お届けいたしました。そして私からちょっとまあ報告と言いますかね、ちょっとこう冒頭にね、まあ父が亡くなりましたという話をしたんでございますけど、ちょっとメッセージいただいてますんで、ちょっと読ませてください。高槻の筋肉さん、車の中で聞いておりました。お父さんが亡くなって寂しいと思いますが、いつも通りの放送ありがとうございました。いや、とんでもございません。54歳早すぎます。お葬式の話で笑わせてもらえたのは初めてでしたと、ご冥福をお祈りします。ありがとうございます。八尾市の直ママさん、文章ではなくご自分の言葉で伝えたいと話してくださった茜さんらしいなと思いました。バブリーダンスでのお見送り、さすが茜さんだなと思いました。まあ、愛しのエリーもいろんな思いが詰まってる気がして泣いてしまいました。これからも茜さんらしいパワフルな作品楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。
それから、東大阪市のトトロのプーさん、まあ、よくちょっとこのメッセージ送ってくださる方ですね、女性の方、あかねさんのお父様が他界された話とても共感し心に刺さりました。なぜなら私の母も去年の12月に他界しました。母は最後までよく頑張ったと思います。晩年になって母と接することが多かったんで、あの時はあんなこと言ってたなとかいろんなことを思い出します。まだまだ寂しい気持ちはあると思いますが、常に見守ってくれると思うと心強いですと。そうですよね、本当にそう思います。まあお別れしましたけど、なんかすごく近くにいるような気はねしておりますし、なんか何あのね、私思うのは常に見張られてる気がしてね、まあ悪いことできひんとか、まあ悪いことしないんですけど、でもそんな気がするんですよ本当にね。あの悪いことしたらね、なんかすごいあのほんまに天罰下りそうやなと思うんでね、はい。なのでまあいや悪いことしないですけど、まあそんな気がします、はい。ということで、東大阪市のトトロのプーさんがですねリクエストをあのしてくださった曲がですね、私もすごく大好きな曲でしてね、父との思い出も詰まってる曲なので、こちらの方をいきます。小袋のエール、 FMO からお送りしておりますアカネクラブ、振付師のアカネでございます。今月のメッセージテーマなんでございますが、受験の喜怒哀楽というテーマで、募集しております。でまあ私もね高校受験大学受験とさせていただきまして、はい、大学も一応ね出ておりますとはいえですよ、これで私のまあ受験話なんでございますけれども、その大学受験っていうのがね私結構特殊だったんですよね、うん。で私はあの日本女子体育大学という東京にあるね大学に行っておりまして、体育学部でね舞踊学専攻というダンスの専攻でございます。はい。で、まあ、そこは、まあ、主に、まあ、バレエだったり、ジャズダンスだったり、まあ、こう、コンテンポラリーとかね、学ぶ。受験の方はですよ、じゃあ一体何で入るんやって話なんですけど、これがですね、あの、踊りで入るんですね。で、確か3分ぐらいの、あの、音楽が急に流れるんですよ。全然知らない音楽が、その場で流れて、で、それで即興で踊るみたいな感じなんで、で、まあ、4人ぐらいでこう、まあ一緒に4人でいっぺんに踊るっていう感じなんですね。まあ審査員みたいな人が前でバーって見ててっていう感じやって、正直あの即興とはいえでも一応ねいろいろまあこういう流れでいこうかなみたいな感じはいよいよしていってたんですけど、だから私はすごくねあの本当にあのまあ自信あったんですよほんまに、まあ、自信あったんで、まああの本当になんかダンスってことで何も気にせず普通にいつも通り行ったんですね。っていうのはもう髪型とかもうメイクとか、まあ、その時ピアスとかももう何にも考えずに全部つけて行って一番目立てればいいと思ったんですけど、まああの大学の受験だったんで、まあ、周りはそんな人一人もいなかったんですよほんでまあ格好もねみんなもう本当にピッチリとしたまあレオタード着たりとか、もう髪型ももちろんメイクもみんなすっぴんやったんですけど、なんかちょっと私はダンスっていうところでね目立たないとっていうふうに思ったんでもうすごくあのまあ自分のいつも通りで行って、うん、そうするとやっぱりあの目立ってたみたいで、まあ合格したんですけど、その入学してからね受験の時からめっちゃ目立ってたあなたっていうふうには周りの友達から言われました。私も高校受験する時はまあメイクとかねスカートもそれこそ短くしたらあかんとかめっちゃ先生に言われて、メイクとかも絶対あかんとか言われて、どうなんでしょうね、そんなん見てますかね、そんなんで限定されるんかな。例えばですよ、その子の出身校でちゃんと生活指導してないとかそういうことで、なんかどうでしょうね、そんなんあるのかな。でもまあ確かに言われはしましたけど、でもねテストの点数でね決めるんちゃうんかな、どうなる。まあ、うん。で、私はとりあえず大学はね、そんな感じで、結構派手めには行きましたよ。はい。うん、だから、どうなんでしょうね。それは、いいのか悪いのか。まあ、あとは、合格発表ってなった時に、自分の番号あったら嬉しいじゃないですか。ちょっとすごい喜んじゃったなっていう記憶がありますけど、あの時は、ちょっともうちょっと周りを見てね抑えとけばいいよかったなと思ったんですけど、ちょっと一人喜んじゃったという記憶があります。それは反省ですね、はい。まあでもあの皆さんもねこんなことあって楽しかったとかなんか思い出がねあれば送ってもらえたらと思います。そして今週
はどんなテーマでやるかというと、まあ卒業シーズンでございますよ。もう卒業、ザ卒業でございます。実際本当に今週ね卒業式の方も多かったんではないかと思いますが、まあでもコロナの影響で亡くなったね人もいるかもしれないですよ。わかんないですけれども、まあ卒業にちなんだ、テーマでやっていきたいと思います。卒業テーマにやっていきたいと思いますので、皆さん最後まで聞いてください。で、先ほど言いましたメッセージテーマ、今月のメッセージテーマ受験の喜怒哀楽も募集しております。FMO のホームページのリクエストをクリックして、あかねクラブを選んで住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様に私のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。番組終了後ツイッターにて発表しております。さて、まあ、受験終わられた方もいらっしゃると思いますけれども、これからだという方に向けてこの曲の聴いてほしい部分は、夢なんて見るもんじゃない、語るもんじゃない、叶えるものだからというこの文がすごく心に突き刺さっております。安室奈美恵さんで Chase the Chance。 あかねクラブ FMO からお送りしておりますあかねクラブ、振り付け師のあかねです。さて皆さん、卒業シーズンということで、今日卒業式だったとかね、今週卒業式だよという方皆さんいるかと思いますが、いかがですか。私のね母校の富岡高校もですね本日卒業式ということでございますからね、おめでとうございます。皆さんね本当に高校生、中学生の皆さん卒業おめでとうございます。さあ2回目にして大人気企画ということで、こちらやっていきたいと思います。ランキングにごちゃごちゃ言っていきたいコーナーということでね、これバレンタインの方で一度ね先月やらせていただきましたけれど、バレンタインに対して文句を言うっていうね、文句というかランキングにちょっと突っ込んでいくというコーナーでございます。今回は卒業をテーマにやっていきたいと思います。それではランキングパート1、卒業式でよくあるランキングをご紹介したいと思います。どんなんでしょうか。 Here we goHere we go! 第10位、卒業生の出待ち、制服のボタン争奪戦。第9位、大泣きする人がいる。第8位、校長が座らせてくれない。第7位、君が代の吹奏楽部の演奏が大きい。第6位、卒業生代表の言葉にもらい泣き。ということで一旦ちょっと突っ込んでいきますよ。第10位の制服のボタン争奪戦っていうのはね、もうないでしょ。これいつのランキング？古いね。これかなりないって絶対。もう今みんなねブレザーでしょ。そんな学校ないでしょ。もう今やね、みんなもう中学生もね高校生もブレザーですから、そんなボタンの争奪戦なんてね。第何ボタン？第 2?知らへんよ、私でも。第2ボタンを取って、なんじゃそりゃ。そんなんないですね、もう今の時代は。うん、これちょっと古いね、このランキング。ほんで、あとは、卒業生代表の言葉にもらい泣き第6位でございます。まあ、これはね、本当によくあるんちゃいますか？まあ、私もちょっとこう、目立ちたいタイプだったんで、しっかりと、当時、読ませていただきましたよ。もうそこで自分も泣きました。泣きながら読んだ。だからそういう、私はなんか昔から熱い人間なんですよ。だからそうやって人前でこう読んで自分で感動して泣いてるっていう。でもこの当時も自分でね、まあある程度なんていうんですか、レイアウトというかあるんだけど自分で考えるんですよ。でまあそこで、まあ私はまあ部活頑張ったから部活のとこ読ませてくれと言って、まあ、読みました。でも、その当時ね、学校で目立ち上がりの子が多かったんかしてね、5人読みましたからね、当時。代わり番号で。そこの一人に、今、吉本の渡辺直美さんのマネージャーさん、やってる友達も一緒に読んだんですよ。すごいですよね。はい。じゃあ次行きましょうか。第5位。ちょっとこれ、ランキング古いからな。まあ、行ってみますよ。卒業式でよくあるランキング、第5位。先輩の卒業式で泣く。第4位、
女の先生の衣装がすごい。第3位、保護者席から泣き声、うん、第2位、保護者席が香水と防虫剤の匂い。第1位、卒業生起立で在校生が立ってしまう。あ、これはなかなか、うん、なかなかランキングそのものですよ。わかるわかるというあるあるやなと思いましたけど、第4位ね、女の先生の衣装がすごい、これわかりますわ。この先生墓まで来よったとかね。で、あと肩パッドエラー入ってんだみたいな、いつから使ってんのその服みたいなね。おるおる、確かにおるんですよ。まあ私もだってあの一応ね、富岡高校の来賓でちょっと行ってますから、まあ毎日その先生らのね、ファッション確かに楽しみなんですよ。で、私もまあファッション派手めにね、卒業式やけど関係ないという感じで派手めに行くんですけど、まあでも本当にまだ自分の担任の先生とかまだいるんで、おいおいおいみたいな。あの先生あの服着てんぞとかね、思いますよね。やっぱちょっと、おい肩パッドとかね、ありますよね。わかるわ。それはわかります。で、あと、まあ、これ第2位、保護者席が香水と防虫剤の匂い。これは失礼ですね。防虫剤って。まあでもお母さんたちもね、なかなかその卒業式とか入学式ってね、その一回きりのもの、まあもちろん兄弟がいたらあれですけれども、そんなね、毎日着る服じゃないしね、そんな年に一回とかで。それは防虫剤の匂いもしますよ、ほんま。まあでも保護者席はもう今やみんなだから携帯持ってね、動画撮って iPhone で動画撮ってってやってますからね。もうなんかその辺もちょっとこう現代っぽいなと思います。私らの時代じゃそんななかったですからね。まあビデオとか撮ってる、まあ親もちらほらいたけれどもっていう。まあでも今はみんな携帯をポーンってやってね、携帯動画撮ってカメラ撮ってってやってますからね。えらいもんやなと思います。ちょっと時代は変わっていきますね。うん。あとでも第一ね、卒業生起立で、在校生が立ってしまう。もうこれは、どうでしょうね。これ卒業生起立というか、もう本当に本当いろいろなパターンあるじゃないですか。急に全員起立って言ってね。本当全員立たないといけない時もありますし、保護者も含めですよ。ねえ、なんか、確かに集中しとかないとっていうところありますけれどもね。うん。あとでも、第8位の校長先生が座らせてくれない。これはね、まあ、確かにね、まあ、座らせてくれないというか、今多分みんなもう、座ってから話聞くパターン多いんちゃうかなと思うんですけど、まあ、大人になってからね、校長先生の言ってる話、まあ、ちょっと分かれへんなという部分ありますけれども、でも、なるほどなとか、将来ね、社会に生きるために、どうこうどうこうという話は、ちょっと、なるほどとか、勉強になるとこあるんですよ。今、卒業式に行くと、大人になってから行くと、ちょっと校長先生の話も、面白いなって思いますね。うん。まあ、ただ私も高校生とか中学校の時は、もう本当に何にも聞いてなかったからね。だって覚えてないですから、今。うん。だからあんだけ長々話されてもって思うんですけれども、今聞いたらちょっと、なるほどなって思う部分もありますかね。うん、わかんないけどね。はい。ということで、後ほど、ランキングパート2も、発表しますのでお楽しみに。ということで、やっぱりこちらでね、卒業ソングを流させていただきます。レミオロメンで3月9日。 FMO からお送りしておりますアカネクラブ、振付師のアカネです。先ほどのランキングから、卒業と聞きますとね、まああんな曲こんな曲思い浮かんだりしませんかということで、まあ3月9日も今、まあ、今時ですけれども、結構卒業式でも歌われるんですよね。でも私は結構思い出すのがあの時のドラマですね。1リットルの涙というドラマでございまして、私小学校の時のドラマですけど、人生で初めてあんな泣いたっていうね、ドラマでございますよ。もう結構ね、出演者の方はまあ問題ありな方出てらっしゃいますけどね。まあちょっとね、うん、それを思い出しちゃおうかなって感じですけれども、はい。じゃあこっからですね、卒業テーマに私が聞きたい歌を何曲かお届けしたいと思います。でまずは1曲目でございますが、私はもう卒業と聞きましたら、私はこの歌が一番好きですね。ゆずで友旅立ちの時。ゆずで友旅立ちの時をお届けしました。毎年ダンス部のね、卒業を送り出しておりましたから、まあ、スライドでね、ちょっとこう思い出の写真なんかをこう流してみたいな
でね、こうよくこの BGM 使わせていただきました。うん、もう本当にいい歌ですからね。まあ今なんか卒業生の子たちも歌ってんじゃないかなと思います。さあ次行きますね。この曲も大好きでございますよ。私が中学校の時に実際卒業式に歌った歌でございます。キロロでベストフレンド。FMO からお送りしております。あかねクラブ、振付師のあかねです。さて、お待たせいたしました。卒業をテーマにしてランキングパート2お届けしますよ。今度はですね、卒業文集に書いた恥ずかしいことランキングをご紹介したいと思います。確かに、卒業文集ってね、確かに恥ずかしいこといっぱい書いてますから。それでは、Here we go! 第10位、邦楽の歌詞。第9位、誰かへの告白。第8位、何かの本の一節、偉人の名言。第7位、車に構えたセリフ。第6位、掲げた目標が低すぎる。ということで、ちょっと一旦第10位、邦楽の歌詞もね、書いてる人おったな。なんとなくわかるわかる。ちょっとふざけた感じなんだと思うんだけど、その時に入ってたこのラップ系のね、歌詞をこう書いてる子とかもいますよね。うん、そりゃおるかな。あと誰かへの告白もまあなんか、今だからとか、今だから言うけどみたいなこととかもあるんでしょうね。先生とか。誰かへの告白ってその、好きですとかいう話？それは違うよね。多分先生、今やからこんなんしました、僕私はあんな悪さしましたとか、親にとかなんですかね、わかんないけど。第8位、何かの本の一節、偉人の名言。これまた古いですね。その今時の子は本とか偉人の名言書くかな。あんま書かないんちゃいます？もうなんかそれはなんやろ、逆になんかなんかちょっと今流行りのタピールとかなんかそんな書いてんちゃいます？知らんけど、知りませんけど。はい。じゃあ次、第5位行きましょうか。第5位。自作の詩やイラスト。第4位。熱すぎるセリフ。第3位。誤字脱字スペルミス。第2位。掲げた目標が高すぎる。第1位。その他。って書いております。なんやそれ。第1位がその他なんかい。なんやこのランキング。その他ってなんやねん。ちょっと待って。とにかく、ちょっと待って。これ、まあ、第4位の熱すぎるセリフ、これもまあ、あるわな。ちょっと、夢について語るとか。それはいいんちゃいますか？もう、恥ずかしいことじゃないですよ、これは。そんなん、言わんといてって話だからね。卒業文集ですから、もう、それはいいんちゃいます？で、あと、この、掲げた目標高すぎるってね、第6位低すぎるで第2位が高すぎるっていう。どっちも書いて、目標書いたら両方恥ずかしいんかいっていう話ですね。このラインちょっとおかしいな。ほんで、第1位その他って何やねんって話ですから、みんなは思いますよ、これ。1位何かなーともワクワクして、その他って何やねんっていう話で。1位のその他を知りたいんですよ、こっちは。おかしないこれ。だから、だったら2位が1位じゃんって話になってくるから、そのなんかなんで、そんななんか、その他って何や、ほんまに。ちょっと、感謝の気持ち？いやでもこれ恥ずかしいことじゃないですかね、感謝述べるの。よくわかんないですよ、このランキング。何のランキングなんだっていう話ですから、ちょっと、番外編っていうのがあるんですけれども、10位以下、また会おうの予定が遠すぎる？なぁ。全員宛てに書こうとして、途中から脱。で、学校や社会への不満。また会おうね、みたいなのを書く。まあ、それ確かにな、書いてる人多いわし、多分私も書いたんちゃうかな。あとなんか私らなんかはもうなんか、わかんないけど、字数稼ごうとしてんかわかんないけど、なんか、仲良かった子の名前全員書いてるっていう友達結構いましたよ。で、そこに入ってない子どうなんねとか思うけどね。ちょっとなんかそれどうなんと思いましたけど。そんなん書いたりとか。私はなんか結構親に怒られた記憶があるのは、給食美味しいってこう書いて怒られたとかね。給食が美味しすぎたみたいなこと書いたんですよね、確か。なんかそんなこと書いて。恥ずかしいって言われて。まあ、うちの母親の料理めっちゃ美味しいんですけど、
給食好きやったんですよね、うん、まあそんな感じかな。いやちょっとこのランキングはダメですな。またやこれ、またこのランキングおかしい。ちょっと情報古いしね。ちょっとまあ次やるときはもうちょっとちゃんとしたランキングを紹介していきたいね。なんかこれはちょっと良くないね、うん、はい、ということで以上卒業をテーマにしたランキングでございました。次は一体何のことをねランキングにして語るのやらっていうところでございますが、まあ引き続きね、受験もまだ控えてる方もいらっしゃると思いますからね。本当に卒業、私もそうでしたよ。卒業式終わってから受験でしたからね、高校受験の時。だから卒業式でわーってわーやったやった打ち上げとか言ってるとこには参加できしなかったですよ、うん、ちょっとさすがにね控えてたんだよね。そんなねまだ受験を頑張るあなたに捧げたいと思います。大事マンブラザーズでそれが大事。クラブ FMO からお送りしましたアカネクラブエンディングでございます。ということでね、今週も聞いてくださってありがとうございますよ。受験の喜怒哀楽というテーマに対してのメッセージいただいております。泉南市永遠の2年生の方、アカネさんこんばんは。こんばんは。受験の思い出でございますが、大阪市内の高校を受験した時の話です。正直受験なんでファッションとか気にせず、グレーで茶色で化粧もせず、グレーで茶色でって何が？ああ、服が？ああ。グレーで茶色で化粧もせずという感じ？緊張しながら、早朝の電車に乗りました。はい。で、学校に近づき、電車の車内には同じ高校の受験生らしき人しか乗ってなさそうな感じになりました。確かに、確かに。その中でも、友達同士で来ている子たちもいたんですが、いるね。その子たちは、ファッションも化粧もバッチリ、昨日何見た？など、緊張感もゼロだったんです。自分が馬鹿らしくなったのと、負けたくない気持ちと、複雑な感情でした。この気持ちは喜怒哀楽で表すと何なんでしょうか？結局その高校には行かなかったので、その子たちはどうなったのかと書いておりますね。まあちょっと私も先ほどちょっとメイクのことは言いましたけれどもね。まあこれはでも私は大学の話ですからね、うん、でもちょっと言いましたよね。なんか私も高校受験した時に、まあ富岡って割と遠い学校だったんでね、あんまり、まあ、何人かぐらいしかいなかったんですけど、友達同士で来てる子いっぱいいましたね。喋ってるんですよねみんなはとか言ってね。確かにちょっとこう嫌ですよねそういうの。なるほどな。これ喜怒哀楽で表すとどうですかね。怒りの方じゃないですか、これのこんな人たちね。まあ、受験の時はねみんな集中しようよっていうことですよね。ね、はい、ということで次、東大阪市のトトロのプーさん、こちら受験のことも、送ってくださっております。受験の喜怒哀楽ですが、私の娘も昨年、受験をして、無事に高校1年生になったけど、スマホばっかり見て勉強しない娘にずっとイライラしてましたね。だー、そういうことね、ありますよね。まあ私はもうまだねそのスマホとかない時代だったんでね、それ良かったと思いますよ。もうでもスマホあったら今みんなね勉強手につかんちゃうかなと思いますよ。まあ、つく人はつくんでしょうけどね。でもちょっと今とね昔ってほんま時代ちゃいますからね、ちょっと不安ですよねますますね。うん、まあちょっと皆さん、もうラストスパートの皆さんは本当に悔いないようにねどうか頑張ってほしいですし、まあその結果がどうであれね、まあ人生どうにかなりますから、うん、頑張っていきましょうよということでございます。まあ皆さんねメッセージお待ちしておりますので送ってください。そしてすごい告知今からさせていただくんでございますが、なんとですね、まあ、これずっと言いたかったんですけれども、やっとオンエアなるんですよ。はい、3月6日金曜日夜7時から8時で、関西テレビの番組といえばエミチャンネルでございます。なんと私エミチャンネルに出演させていただきました。ありえないんですけれどもね、ちょっとびっくりなビッグニュースでございますが、まあ、ちょっとそこでもねまたとんでもないビッグなニュースもありましたから、ちょっとまたオンエア後に来週の放送でちょっと言わせていただきますね。はい、まあ、ちょっと皆さんぜひね見てほしいです。もうとにかくすごい番組でございますからね。
私がちょっと緊張してる様子も映っておりいると思いますので、皆さんぜひ、どうやろうね、あの話とかもカットされてたりするのかね、わかんないけど、まあまた見てくださいな。はい、ということでそちらの感想もお持ちしております。はい、皆さんのメッセージお待ちしておりますよ。今月のメッセージテーマは受験の喜怒哀楽でございます。受験でね、いろいろありましたこととか、これから受験の方もね、ぜひちょっと送ってきてほしいと思います。どんな、ここの大学合格したよとかさ、ここの高校合格したよとか、なんかそんなも送ってきてほしいと思いますよ。どれぐらい勉強したとかね、うん、はい、 FMO のホームページのリクエストをクリック、アカネクラブを選んで住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。メッセージを送ってくださった方から抽選で3名様に、私のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。番組資料をツイッターにて発表しますということでございますが、本当に皆さん、コロナとかね、ウイルスとかね言われてますが、もう本当にまあ対策してね、頑張っていきましょう。私はこの命綱のラジオをね一生懸命3月は頑張りますんで、ぜひ皆さん聞いてください。ということで、また来週月曜日夜6時からお送りしますので、あかねクラブぜひ聞いてください。お相手はあかねでした。バイバーイ。